荒船義江は日本のタレントアナウンサー、芸能プロモーター。埼玉県浦和市出身。出生地は埼玉県秩父市。父親は秩父鉄道株式会社元取締役会長の荒船重人氏。元自由民主党の衆議院議員で運輸大臣や衆議院副議長を務めた荒船聖十郎は登園にあたる。私立浦和名の星女子高等学校出身。 中学、高校時代は、宝塚歌劇団に、多数の合格者を輩出している宝塚受験予備校、東京アートスクールに通っていた。2度受験したが、最終試験で不合格となり、慶応義塾大学総合政策学部に進学。在学抽選とホースの預かりとなり3年次から、FM 湘南のレギュラー番組、ナウザタイムやテレビのレポーター、 ミスコンファイナリストとタレント活動を行い経済、卒業後の1999年4月に、t b s 系中国放送にアナウンサーとして入社。1999年9月の J リーグサンフレッチェ、広島対横浜マリノス戦のリポーターとして、正式にスポーツアナウンサーデビュー。テレビ、スポテン、ラジオ、サンデースーパースタジアムやプロ野球中継前の、 カープ情報など、週5本のレギュラー番組を持ち主に、スポーツ番組を中心に活躍するも2002年3月の、スポテン。終了をもって、同社以外退職。2002年10月より、テレビ埼玉に契約アナウンサーとして入社。朝便昼便午後便などの情報番組のほかスポーツ番組、オーレ、アルディージャや経済番組、 埼玉ビジネスウォッチと幅広く活躍。東京 MX テレビ、TBK、テレビ埼玉、千葉テレビで2004年に立ち上げた、首都圏、ネット4において、平日毎日、昼日も一人 MC で担当しお昼の首都圏の、顔となる。2005年3月31日をもって、テレビ埼玉との契約を満了。その後、千葉テレ、マジカよ。レギュラー出演、アナウンス。 声優指導、ショップチャンネル QVC 商品アドバイザー等を経て、トゥクリエーションにて、タレントキャスティングを務める。2021年、自身の芸能事務所、ビーラパンを設立。代表者として、俳優マネジメントを手掛ける。ありがとうございます。